は弦の間にいろいろなあのボルトですとか、ゴムだとかいろいろなものを挟んでこんな音にしています。ですから普通こう鍵盤を弾くとまあドレミの音が出るんですが、こんな音が出たんです。あのプリペアドピアノは、まあ、ジョン・ケージというあのアメリカの作曲家が、いろいろな経緯があるんですけれども、あの新しい音を求めて、でピアノの中で何か新しい音を求めて、それからあの、アメリカの作曲家なんですけれども、その東洋的な音が欲しいっていうようなことから、こういうピアノを、創始したというところです。あのまあ、この音をまず聞いてください、皆さんがよくお聞きになるピアノの弦の音です。でもこれは一つの音からできているんではなくて、たくさんの音が混ざって実はできています。で、例えばこういうところを押さえてみますと、ある音が強調されます。先ほどと同じ弦です。別なところを押さえてみます。弦の音というのは実は一つの音ではないので、たくさんの音が含まれている。それのどこかを強調したり、どこかを消したりするっていうことによって、こういう面白い音が生まれる。コンセプトどうしようって話をしてた時に、猫ではどうかなっていう話をしたら、もうそれがいいっていうメールがいっぺんに、おそらくロンドンからなんですが、飛び込んできまして、ではもうこれで決めてしまおうということになりました。題名がですね、猫はしばしば箱に潜るっていうのなんですけれども、やはりね、ジョン・ケージがこれを芸術として始めた時っていうのは、ある意味肩肘張ってこれが新しい芸術だっていうふうに始まったと思うんですけれども、さすがに我々はもうちょっとこなれてまして、この面白い音をなんか、活かせないかな、あるいはこの面白い音で作りたいっていうふうに思った時に、猫がなんか潜るとか、もっともっとごくごく身近なものをこの音に移してみるとかね、そんなことに使えるんじゃないかと思って。これはトイピアノといいまして、おもちゃのピアノっていうことなんですけれども、なかなか可愛い音がする、ピアノといっても全然違う楽器だとは思うんですけれども、これもとっても、例えば普通のピアノから考えられない音ですよね。これとそのプリペアドピアノとこう合わせてみたい、なんとなく猫っぽいかもしれないですか。猫というのは私の思う通りには絶対にならない。演奏家も意外にそうでね、作曲家の思う通りにはなかなかならないんですけどね、その辺がコンサートと同じですね。作曲家が思ったようになんかする演奏家というのはあんまり大した演奏家ではないですね。本当にいい演奏家というのは自分勝手にやります。で、これが素晴らしいんですよ。だからやっぱりコラボレーションで作っていくものだというふうに思っています。そこは猫と似てますね。